飲みに来たの？あら、それはタイミングが悪いわね。ちょうど今、お酒の材料を切らしちゃったの。それに。それに、お酒を飲んでいい年じゃないでしょ？ノンアルコールでいいなら、酒場じゃなくてもモンド城のそこらで飲めるでしょ？わざわざ酒場に来てノンアルコールって。あなた、やっぱりお酒に興味があるんでしょう。まさか、そこのおじさんたちの若かった頃みたいに、酒は大人のロマンだ、的な妄想だけで飲みたいだなんて思ってないよね。ふっ、お酒の何が美味しいの？みんなして夢中になっちゃって。はいはい、リオナちゃん。この人は時間を作ってお店まで来てくれたんだから、なるべく要求には応えてあげないと。それに、これは店長命令よ、リオナちゃん。わかった。ドリンクを一つ作ってあげればいいんでしょ？それじゃ、あなたのようにお酒に幻想を抱いている奴には、私の特製ドリンクで目覚めさせてあげる。そうすればあなたも、酔っ払って醜態を晒すような大人にはならないはず。けど、今お店にはドリンクのベースも材料もほとんど残ってないの。いや、わざわざ来てくれたお客さんだし、私も頑張って特別なものを揃えないと。でもベースと材料両方とも特別なものを揃えるには時間が足りないかも。あなたはベースと材料どっちを特別にしてほしい？特別なベースね。どうやらもうすでに飲んだくれの素質を秘めてるみたい。でも私の作る一杯で目覚めさせてあげる。よし、じゃあまずはダダウパの谷へ行こう。特別なベースはそこで手に入るから。おとなしくしやがれ。お前って本当にせっ、ダダウパの谷に着くよ。特別なベースもそこで見つかるはずだから。この前お店に飲みに来た冒険者から聞いたんだ。ダダウパの谷の奥深くにヒルチャールの集落があって、そこの鍋に飲み物が入ってるって。多分それは
ヒルチャールシャーマンがあらゆる材料を使って煎じた薬草スープ。冒険者の話によると、ヒルチャールたちの活力をみなぎらせる効果があるらしいの。あとその冒険者はこんな話もしてたんだ。匂いを嗅いだだけで、あれが匂いと呼べるのかすらも判断できなかった。100頭のイノシシに鼻を踏まれたかのような衝撃で、一瞬で全ての感覚が吹っ飛んじまったってね。まったく、感覚が吹っ飛んだとか言ってたくせに、お酒は飲みに来るんだから。リオナちゃんのお酒は美味しいから、飲めば鼻もすぐに治るとか言っちゃってさ。大げさなこと言って、本当はただお酒が飲みたいだけなんだから、救いようのない酔っ払いさんだよ。でもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディアだと思ったんだ。もちろんあなたはスペシャルを頼んだでしょ。だったら特別じゃないと。安心して、今回のスペシャルは一生忘れない思い出になるはずだから。場所は冒険者のおじさんにマークしてもらったから、そこに行って探そう。もっと奥の方に行こう。ここはダダウパの外周、目的の場所まであと少し。ヒルチャールシャーマンの薬草スープのことはパパにも言ったことあるんだ。そしたら、見つけたら取ってきてやるってパパが約束してくれたんだけど、でもきっとまた口先だけだよね。パパ、お酒を飲んだら自分の名字すら忘れちゃうんだもん。薬草スープのことだって。別にいいんだ、最初から期待してないし、パパに頼らず自分で見つけないとね。いざ。誰か来た。あれ、リオナ、リオナちゃんか。ん、あなたは確かよくパパと狩りを。僕だよ、エレンだ。デュラフさんといつも一緒に狩りをしてる。あなたがここにいるってことは、パパもこの近くに。パパはもしかして狩りが終わったからってまたお酒をいっぱい飲んでるんでしょう。どこかで寝転がったまま起きなくなって、清泉町まで運ばれるのを待ってるんじゃない。それだったらむしろ良かったんだけど、デュラフさん一人でダダーパの谷に入ってしまったんだ。ええー、最初はデュラフさんが先頭を切ってこの辺の狩りをしていたんだ。デュラフさんのおかげもあってさ、獲物をたくさん取ることができた。狩りは順調に終わって、僕たちも一休みしてから帰ろうと思って、火を起こして焼肉をね、それと少しだけお酒を飲んだんだ。あ、でも本当に少しだけだよ。ほら、大収穫だったからさ、めでたくって。けどお酒を飲んだ後、デュラフさんが谷の最奥にあるヒルチャールの集落に物を取りに行く用事があったとか言い出してさ、それに僕らの手助けも不要だと。自分はカッツェレイン一族の血を引いているからこれくらい余裕だと言って、僕たちは止めようとしたんだけど飛び出して行っちゃったんだ。すぐに足の速い狩人を清泉町に戻して救援を呼んでくるよう手配した。それと腕のいい狩人のうち何人かをデュラフさんの探索に行かせたんだけど。パパのバカ、お酒なんか飲むからこんなトラブルが起こるんだよ。もう飲まないでって何度も言ってきたのに、全然私の言うこと聞いてくれないんだから。それで人のこと振り回していい、私が探しに行く。待って、ディオーナちゃん一人じゃ危険だ。救援が来たら僕たちと一緒に探そう。ふん、大丈夫だよ、私もカッツェレン一族の者。それにパパより腕が立つしね。あとそれより重要なのが、私はお酒を飲まないからミスをしないってこと。君は、ああ、栄養騎士じゃないか。君がそばにいてくれるなら安心だ。それじゃあ
ディオナちゃんのこと頼んだよ。あなたも一緒に行くの？ダダウパの谷は魔物の巣窟だよ。もし発見されたらすぐに包囲されちゃうからね。私は魔物を避けながらこっそりパパを探すけど、あなたはどうする？そう？わかった。でも先に言っとくけど、魔物に見つかっても私を巻き込まないでよね。あ、でもその失敗は不要か。どうせ私が隠れている場所がバレるはずないもん。それじゃあ出発しよう。あなたの地図に私の進むルートを書いておくね。このルートに沿って進むようにして。もし見失っても私知らないからね。ここから先は魔物だらけだから気をつけて。すべての魔物に気づかれたら面倒でしょ？別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。だって、あなたが魔物に気づかれたら、私まで巻き添えになるから。だから、気をつけてよね。私が見つかるなんて。え？私がずっとあなたのことを見てた？たまたまここに隠れてただけなのから。気づかれた。待って、ここから先、別に。上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。茂みに隠れててもいいよ。
たね。なかなかやるじゃない。このまま先に進もう。気づかれた。待って、ここか、別。茂みに隠れててもいいよ。近づきすぎな。気づかれた。はい、この状況じゃ一緒に行動。ここから先は魔物だらけだから気をつけて。すべての魔物に気づかれたら面倒でしょ。別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。だってあなたが魔物に気づかれたら私まで巻き添えになるから。だから気をつけてよね。見てた？たまたまここに隠れてただけなのから。茂みに隠れててもいいよ。よく私を見つけたね。なかなかやるじゃない。このまま先に進もう。
てこれたんだ。なかなかやるじゃない。あのバカパパはきっとこの辺りにいるはず。周りを探してみよう。なんだったか、なんとかスープ。そうだ、薬草だ。バカパパ、やっぱり酔いつぶれてる。おお、ディオンナ、俺の可愛い娘じゃないか。どうしてこんなところにいるんだ。おお、そうだ、あれを探しに来たんだろう。なんとかスープ、ほら見つけたぞ。パパが見つけてやった。この酒壺に入れといた。ほら、なんちゃらスープがいっぱい入ってる。パパ、こんなに酔っ払って一体どんだけ飲んだの。少しだけだ。普段に比べりゃほんの少し。この壺はディオナが持ってけ。俺はこのまま帰りに。パパはな、さっきの集落ですごーくでっかい命あるを見つけたんだ。ん？それはだな、ヒルチャールの集落で見つけたイノシシ。それをイノチャールって言うんだ。分かってないな、これだから素人は。イノチャールだけじゃなくイノチャールもいるぞ。あの命あるのデカさ、彼もしばらく食っていけるぞ。ああ、ダメだ。ぐでんぐでんに酔ってる。あなたまで酔っ払ってるの？冗談はやめてよ。バカパパがここまで酔っ払ったら、もうまともに歩くのは無理かな。まずは先に酔いを覚まさせないと。酔い覚ましのドリンクを作ろう。でもバカパパのことだから、普通の酔い覚ましじゃ効かないよね。もっと強烈な材料が必要に。うん、そうなると、ヒルチャールシャーマンの薬草スープが一番ぴったしかも。薬草スープ？それなら持ってるぞ。ほら、ここに。はぁ、完全に酔っ払ってる。私はここでパパの面倒を見るから、お願いできる？薬草スープは、壺に入れた。持ってけ。俺は命あるを追う。ん？あれ？命あるだったか。薬草、はあ、完全に。薬草スープは壺に。甘い！はっ！いや！ふっ！
いざ。薬草スープは見つかった？大丈夫、他の材料も加えるから。それにこの薬草スープはもともとヒルチャールに活力を与えるもの。バカパパにもきっと効果あるよ。あ、でも私が作るとまた美味しくなっちゃうよね。よし、ここはあなたに任せる。バカパパの酔いを覚ますにはインパクトのある味に仕上げるといいよ。私が隣で教えてあげるから作ってみて。酔い覚ましのドリンクを作る方法は簡単。材料を全部混ぜればいいの。味が衝撃的であればあるほど効果も増していくからね。早く作ってバカパパの目を覚まそう。薬草スープ、全部使ったんだ。うん、これで大丈夫なはず。うん、離れて、鼻がつかなくなりそう。早くパパに飲ませて。いや、これなら匂いを嗅がせるだけでもいいと思う。イヌチャールはどこだ？イヌチャール、なんだ？おお、これは先か。よし、これを飲んだら命あるを追うぞ。うわー、なんだこれは。なんなんだ、どっか持って行ってくれ。頭がクラクラする。どう、酔いは覚めた？ディオナ、なぜここに。あれ、俺は何をしてたんだ。全然思い出せない。さっきの匂いのせいで頭がこんがらがる。パパはここで酔いつぶれてたんだよ。ほら、酔いが覚めたんなら戻ろう。エレンたちが待ってるから。あのドリンクは持っていかなくてもいいか。あの匂いもう嗅ぎたくにゃいし。それにあれじゃお酒の材料に使えそうにないから。でも、ヒルチャールシャーマンの薬草スープがまずいお酒の材料になることだけは分かった。それが知れただけでも十分だよね。エレン、カリ、そうだ、ここへはカリをしに来たんだ。いや、違う、ここのどこに獲物がいるってんだ。パパは、イヌチャールとイヌチャールを狩りに来たの。ん？なんだそれは。イヌチャールとイヌチャール、自分で言ってたんじゃない。それもすごく自慢げにね。そうか、また酔っ払ってたんだな。何も覚えてない。私はもうそんなの慣れっこだよ。それよりも早くエレンのところに戻ろう。あまり待たせたら悪いでしょ。ディオナ、怒ってるか？怒ってないよ。次からもっと控えめにするよ。記憶が飛ぶまで飲むとは情けない。エレンたちと狩りをした後、焼肉をしながら酒を飲み始めたところまでは覚えてるんだが、その次の記憶は旅人にあれを嗅がされたところだ。他には？他は覚えてないな。多分重要なことは何もなかったような。ふっ、おい、ディオナ、そうだ、
何かヒントをくれ。そうすれば思い出せるかもしれない。もういいにゃ、特に何もなかったの。早くエレンのところに戻ろう。栄誉騎士にデュラスさんも。デュラスさん、どうしたんですか。すごい顔色ですけど。問題ない、酔いが覚めただけだ。一休みすれば治る。エレン、手を貸してくれるか。頼む。あ、はい。ディオナちゃん、旅人、礼を言うよ。デュラスさんは僕が責任を持って清泉町まで送るから安心して。でもこのデュラスさんの状態じゃ一休みどころじゃダメそうだけど。これがお酒を飲んだ者の末路だよ。ちゃんと覚えておいて。絶対お酒に近寄っちゃダメだからね。いい？大人になったら飲むかもしれないでしょ。とにかくお酒を飲んでいいことなんてないからね。お酒は人を惑わして頭を空っぽにする悪しき飲み物。どんなに善良な常識人でも酔うとダメ人間になる。パパみたいなすごい狩人だってお酒を飲むと頭は犬茶類化になっちゃうんだもん。それにしても酔い覚ましのドリンクを作るために薬草スープを全部使っちゃうなんてね。せっかく取ってきてくれたけど、スペシャルドリンクはまた今度かな。今日はもう遅いし、とりあえず帰ろっか。